大草原の小さな家、大草原の小さな家、大草原の小さな家、とはアメリカ合衆国のテレビドラマ。本校ではその続編や特番についても解説する。NBC の制作により1974年から1982年まで全球シーズンにわたって放送された。原作はローラインガルスワイルダー。 1867年2月7日から1957年2月10日による一連の半自助伝的小説シリーズ。原作シリーズは大きな森の小さな家以降を描いている。また、テレビ版には原作に登場しないキャラクターやストーリー展開も含まれている。 NHK 総合テレビジョンで1975年から1982年にかけてほぼすべてのエピソードが放送された。続編的な第9シーズンは別途1991年に放送。放送時間は毎週土曜の18時、最初期は火曜の20時、その後スカパーで放送。2018年10月からアクスン海外ドラマに移動。 二カ国語放送で主音声に吹き替え、副音声にオリジナル、英語で放映されていたが、主音声の方が若干早い編集ミスがある。2014年現在、全話、特別編含む収録された DVD ビデオが発売されているので、視聴は容易である。2017年現在、Hulu にて第一シーズンより配信された。西部開拓時代のアメリカ。 1870年代から1880年代にかけてを舞台にしており、インガルスイ家カは、ウィスコンシン州、カンザス州、ミネソタ州、サウスダコタ州と移り住む。ローラが生まれたウィスコンシン州からカンザス州に移り、その後、ミネソタ州に向けて旅立つまでの話がまず2時間のパイロット版として制作され、1974年3月30日に、 アメリカ国内で放送され、続いてミネソタ州のという街を主な舞台とした連続ドラマが1974年9月11日から1982年5月10日にかけ8シーズンにわたってアメリカ国内で放送された。新大草原の小さな家、現代リトルハウス、ュービギニングは 1982年から1983年まで上述の大草原の小さな絵シリーズの続編として放送されたテレビドラマである。制作は同じく NBC 日本での日本語版の初回放送は1991年。NBC としては大草原の物語は8シーズンで終わりにするつもりだったがファンの要望に応える形でその後を描くことになった。 物語の中心は、インガルスケから、ローラとアルマンゾのワイルダー家に移され、題名も異なる別シリーズとしての制作が始まった。しかし、マイシリーズの象徴的存在であった父さんと母さんが、ほんの数回しか登場しないことや、大人になったローラに、キャラクターとしての魅力が、以前ほどなかったことなどから、視聴率は低迷し、わずか1シーズンで打ち切られた。 その後、大草原の小さな家のシーズン9として扱われるようになった。なお、新大草原の小さな家には、当時11歳のシャナンド・ハーティーが、ジェニー・ワイルダー役で出演していた。シリーズの最終回となった第9シーズンの最終話は、ごく平凡な内容のエピソードであった。そこで、NBC は3本の2時間スペシャルを最後の花道として制作し、 大草原の物語に別れを告げることにした。一作目は、昨日の日々、現代、リトルハウス、ルックバックツーイエスタデーと題されて1983年の秋に放送された。続いて放映されたのは3番目に撮影された、最後の別れ、現代、ティーラストフェアウェルで、1984年のイースター、復活祭期間中に放映された。シリーズとしては、 これが事実上の最終回で、ラストでは、ウォルナットグローブの街はダイナマイトで破壊されてしま、視聴者に文字通り、最後の別れを印象付けた。そして、2番目に撮影された、この愛すべき、コラ、現代、ブレス・オール・ザ・ディア・ーチルドレンは、長年シリーズを支えてくれたファンへの感謝の基地を込めた、クリスマス特番として、1984年の冬に放送された。3作とも、 日本での初回放送は1991年で年末特番として3夜連続で放映された。なお、日本での放送順は撮影順と同じである。テレビシリーズということでかなりの部分でアレンジされており、原作とはいささか趣をことにしている。また、原作通りに制作するトローラが子供から大人に成長するのに、要所要所に、 架空の話挿入しないと年数が持たないことも挙げられる。このことから原作を愛好する者からの批判もあったが、テレビシリーズがきっかけで原作を手にした者も,も多く、また原作もテレビシリーズも両方好きだという者も,も多い。テレビドラマ化される際、インディアンをどう扱うのか、アメリカ本国では特に大きな話題になったと言われている。原作ではキャロライン・インガルスが、 インディアンに対し好感情を持っていいと見られる描写が多く、当時のアメリカ人の一般像でもあった。そのままドラマ化するのかどうかが興味の対象だった。結果として、インディアンへの差別をテーマとしたストーリーも数話制されたが、インガルスケは一貫して、インディアンに対して好意的な立場であった。黒人への人種差別に関するストーリーについても同様である。 当初は原作に基づいたストーリーが基本だったが、シーズン5の頃から独自の展開が見られるようになった。しかし、その物語の根底にあるものは原作と通じるところがあり、原作とは別のものとして十分に楽しむことができる。例えば、シーズン5で一家は一旦、ウイノカという大きな町に移住し、その数回後にウォルナットグローブに戻るが、これは原作にはない。 実際のインガルス一家は、ウォルナットグローブで農業に失敗したために、都会に移って、知人のホテル経営を手伝っていたことがあった。その時期のインガルス一家は、都会の創造しさに迫役したり、また旅の途中で生まれて、数ヶ月の長男を亡くすなど、原作でも全く描かれていない。また、原作のインガルス家には、養子はいなかったが、 テレビ版では3人の養子が登場する。ローラの父は、息子と一緒に農業をしたかったが娘が多く、念願だった長男を幼くして亡くしたため、テレビ版ではその意志を継ぎつつも、原作を崩さない形で養子を設定した。シーズン1から8の中心、シーズン9の中心、結婚後のローラの家庭、結婚後のメアリーの家庭、シーズン3まで、レギュラーキャラクター。 フレンチのみ、シーズン9レギュラー。全シリーズにわたり、レギュラーキャラクター。シーズン9においてもレギュラー。結婚後のネリー、シーズン4から8まで、レギュラーキャラクター。シーズン9で、レギュラーキャラクター。シーズン1、5、6話24話、他は22話で、パイロット版、旅立ちと合わせて、全部で183話、新、大草原の小さな家、 シーズン9、昨日の日々、この愛すべき、こら、最後の別れまで含めると208はある。1975年に日本で草原の少女、ローラのタイトルでアニメ化された。1999年に CBS 制作による単発ドラマ。日本では大草原の彼方にローラインガルスワイルダー物語のタイトルで NHK にて放送された。 2005年3月から4月にかけて ABC の制作全3話で放送されている。ファーザー・マーフィー楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。